気のいい時にこれ聞いてる方もいますけど遠慮する人がいるんですよ。でも運気いいですよって言ったら怖いからいいとか、その責任性を負いたくないから避けちゃう人がいる、うんうん、避けてしまうと運が本当そのまま逃げていっちゃうので、うん、運のいい時はこれなんか運のいい証なのかなとか、うん、それこそ僕もマスクしてますけど運気のいい時だったんで、まあ、ちょっと出口さんにつけろって言われたら、うん、まあじゃあつけますわって言ったら素直にやったら流れパパって良くなったので、やっぱ運気のいい時のアドバイスとか助言ってプラスのことに発展するので、受けるだけ受けてみよう、まあ、もちろん体力的に無理なことはね断ればいいんですけど、それ以外のことは、まあ、ちょっと自分は不向きかなと思ってもやってみるといいので、まあね、ゲッターズは別に霊感とかじゃないけど、はい、でも例えば歩いてたり人も含めてなんか嫌だなって、俺結構あるんですけど、はい、なんか嫌だなっていうことってやっぱ場所とかもありますよね。そうですね、そういう感の、まあ、もうそういうの見える方もお会いしたことありますけど、やっぱその感心者多いらしいですね。嫌な感じするなって場所はあんま行かない方がいいですよ。何かここに多分波長が悪いのか何かいるかどうか知りませんけど、でもなんか居心地いい場所ちゃんと自分で見つけて、ここ行くと気分いいなみたいなところは聞いてれば言いますんで、なんか自分でそう感じるっていうのってすごい僕50近くだと本当に思うんですけど、その直感って結構信じた方がいいですよね。ここ嫌だなとか、しかもおさむさんその感もともといいんですよ、うん、僕とかはすごい疎いんですけど、おさむさんその感いいので、感いいかとそのまま素直に行動するよくなりますね。これ結構言うもんね。そうですね、飲みに行く時とかもちょっとやっぱここやめようって言って急遽変更されたりとかするんで、わかりました。でもそれこそ皆さんが聞いてるおさむさんとかじんさんと運気いいんで、これ運気いい人と一緒にいてくださいね。これものすごく大事なので、はい、この業界そうじゃない、運のいい人ばっかりいるのに、はい、運のいい人に近づくってことが一番大事なので、この昴生さんというのが見て、まあ、時計座と鳳凰がすごくいいんですが、このタイプを見つけて仲良くなると勝手に運良くなるので、これが大事なんですけど、例えばこの年末マネシも特番あちこち行った時にテレビがなんで調子悪いかって気づいたのが、運のいいタレントも出てないんですよ。昔だったら特番と早もみんな運気運気って面白くない、どうしたらランキング下を探そうかぐらいな作業だったのが、だからテクニックがあるけど運良くない人がめちゃくちゃ出てて、で知り合いのディレクターと話したのに、テレビちょっとおかしいですよって言ったら、そんな風な時僕見たことないのに、今ここ 1,2 年ただ技術のいい人が出てるだけなので、運のいい人だけ出さなきゃダメですよって言ったら、そうだよ、なんかちょっと雰囲気違うんだよね。いやでも俺分かる、それさあります。俺やっぱりこの運気というかキラキラしてたり、なんかこう持ってそうだなっていう人って、はい、それは僕らの仕事じゃない、はい、それ見分けるんだ。そうですよね。けど本当に俺思うんだけど、別に YouTuber を霊賛するわけじゃないんだけど、ネットの方を見てると、あ、なんかこの人持ってるなとか、そういう人におって思うのが、名前も知らないんですよ、はい、だけどそういう人を気になるっていうことがすごく多くなって、そうですよね、YouTuber、まあ、全部調べてませんけど、やっぱグッていく人って、技術がそううまくなくてもやっぱ注目されるんで、やっぱ人って運のいい方にやっぱ目がいくので、あれテレビが悪いわけじゃないですけど、なんたらもうテクニックばっかで、まあ、ディレクター使いやすいとか安全だからで、行き過ぎたから今こうなってんだなと思うんで、なんかさ、その時代とともになんかフィットする光り方ってあるじゃない、なんかそれはすっごい俺分かるんですよ。そういう人がいなくなったなとか、だから見ててもちょっとなんかこうウキウキしなくなるというか、なんかその光を見たいっていうのもあるんだけど、これすごく大事なことなので、特に業界って運に乗っかってた世界なのに、ちょっとそれは離れてるかなと思うんで、まあ、本当占いで調べてどういう運の流れに乗ろうかって、だから占いって自分のことを調べる方多いんですけど、僕基本的に自分と相手とか関わる人を調べることが大事だとずっと推してるんで、ぜひ占い本読んで人も占って、あ、こういう運気だ、こういう風に乗っかってこうって日々、ね、やってほしいなと思いますね。今年芸能人でいうとこの人絶好調かもみたいな、なんとなく分かんない。一番でもね、もうすでにかまいたちがコンビでよかったですね。あ、いい、めちゃくちゃよかったですね。あ、そうなんだ。だから去年の段階にいいって言ったら、あんなによくなると思わなかったから良くなって、まだ良くなりますね。すげえ。だからなんかそこから忙しくなんじゃないかな。かまいたち、かまいたち忙しくなりますね。小森隼人君はジェネレーションズ、彼は何なんですか。あ、小森君インディアナ、インディアナなら小森君こっから良くなります。あ、そう。小森君じゃもともと運のレベル高いので、2022年の年末ぐらいから彼の
めちゃくちゃ注目されるので、やっぱりあいつちょっと俺思ったんですよ、子守の話っていうのもやってるんですけど、ちょっとあいつすっごい最近年末色気出てきたなと思って、髪の毛黒くして、それを僕が言ってたら同じくして、まあ、あの近くにいる人も言ってたんで、やっぱこういうのって伝染するんだなっていう、ね、特に小森ここから流れが良くなってくるので、多分彼ここから多分全体を引っ張ってぐらいの注目になるので、おお、スクロブロック、うん、いいじゃないですか。いいと思います。あ、そう、はあ、え、ジンさんは、あ、そっか、お前調べてないか、ランページの金の方でどのぐらいいるんだろうな、もうそこ調べた方がいいよ。ああ、はい、同じ、うん、そう、同じタイプか、はい、まあ金の方と、金銀の時計座ってのめちゃくちゃ大きいので、金銀の時計座、金のインディアン座、金のインディアン座って僕の欄に調べてできたら、この人に革命を起こす星なので、うん、次の時代を生むみたいなのがいよいよ出てきてるので。それはハヤトなの？ハヤトは違うの？あ、違います、また別のやつがあるんですけど、今ハヤトさんはその次の僕と同じような動きなの でもここ流れが変わる人はいよいよ、誰、芸能人で言うと、なんかインディアン僕もそうなんですけど、スマップの中井さんとかです。中井さんがいよいよ本気になるんですよ。中井さんが、そう、どうすんのと思って、すごいね、俺もそんな気してたし、見てて、うん、彼も今年50なんですよ、はいはい、彼も今年50で、なんか彼すっごい今年なんか変わる、だから俺芸能人ってスターの人って50からすっごい格変起きるなと思ってるんですよ、はいはい、例えば松本さんとか、はい、内村さんとかもそうですし、はい、まあ、武さんとかさんまさんとか50からもう一度格変が起きて、中居正広とかそういう50で、木村拓哉も50なんですけど、はい、俺が中居正広っていう人はなんか今年からすごい確変しそうな、多分春から夏以降なんか仕掛けてるこれっていうのは主張するのが始まるんで、うん、中井さん面白いなっていうのが、だって今まで見た人の中で相当ラッキーマン、いや、めちゃくちゃ1位で、ほんとぶっちぎって1位です、中井さん一人が運気よくて、スマップのメンバーみんな中井さん運に引っ張られて、あとは努力なんですけど、一人がとんでもない運持ってるんですよ、見たことないスマップ。そうなんだよね、はあ、だからスマップっていうのはみんなが4人がスマップ時代はみんなの運を使ってないんだよね。使ってないです。中井さん一人の運引き上げてるんです。ぐわーって、この人なんだろう、最初見た時びっくりしましたもん。運の塊見て、もちろんね、努力はしてるんですけど、はい、でもそれでも運がめちゃくちゃ強いので、そういう人らしいですよ。すごいな、とんでもない人がいますから。言われたいね、そういうこと。いや、言われたい。もうでも無理や。もうこの世に生を受けて。いや、でもタイミング的には今年来年勇気。今そういう時はもうグループの中で一応僕リーダーやってるんですけど、はい、グループの中でどうなんかこう動いていったらいいかみたいな。リーダーでもリーダーは元も、まあ、本当は一人が好きなんですが、はい、リーダーと社長向きなので、はい、人の世話しようとか面倒見ようと思うとさらに運良くなってくるので。ね、この1、2年で全然変わってきますので、はい、グイグイ引っ張っていってください。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ僕もガツガツいきますね、はい、今年本当に頑張ってみます。はい、というわけでゲッターズイーダの五星三四郎2022、もうね、ちょっと皆さんの周りで金の鳳凰、時計、インディアン、ちょっと探してください、はい、運のいい人と一緒にいろいろね、まあ、出歩くっていうか、今出歩けないかもしれないですけど、いろいろこうあって、この先のこともね、はい、やっていったらいいと思いますね。まず運のいい人を探しましょうということで、はい、そのためにこのね、やっと見るように、はい、よろしくお願いします。ゲッターズイーダありがとうございました。ありがとうございました。